若い時の俺。いや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 、最高じゃないですか。走ってるヨシヒコ。走れんやろもう。いやいやいや、走れそうじゃないですか。せーの、本日のヨロピコ。やんだら今、明日に向かってプレイボール。ヨロピコ。翌年の伊藤キャンプの話とか、前回もしていただきましたが、西本さん、篠塚さんからもいろいろ聞いて、篠塚さんは中田さんに煽られて、長嶋さんにあまりにもきつくて周りから煽られたんで、お前も走れってこう長嶋さんに言わされたとかということを言われてましたね。え、どういうこと、どういうこと、長嶋言われた。結局はずっと走るんでしょ、伊藤キャンプって、はいはい、したら周りの先輩たちもきついわけじゃないですか、はい、篠塚、ちょっと長嶋監督にお前も文句言えよ。ああ、そういうこと。だからお前も走れみたいなことを言ったり言わされたって。そんなこと言うから俺は大きな迷惑したねんで。ピッチャーとか走りに行くんだもん。ね、俺はこのババの手で一緒なんて言うと、それを50ぐらいかけられるわけですよ、はい。サーキット場みたいなところ、うん、はいはい。ね。で、監督来るわけよ。ね。2周目ぐらいに。で、俺は5周走るからこういうペースで溜まるじゃないですか。うんうん、ね。だ2周目ぐらい来て、なんだお前たち遅いじゃないかって言って全力疾走で 100m ぐらい行くわけよ、はあね、はい、それでペース乱すだけ乱してて、はい、ああどうもありがとう頑張りなさいって言ってお前ふざけんなお前はみたいなやっぱり伊藤キャンプの地獄の伊藤キャンプってやっぱ有名です、はい、本当にそんなきついですか。あの私の本が出てますからそれ読んでくださいなるほど。本当ね、なんかあの頃さ、カープがきついって言われてたやん練習、うん、いや俺ね、きついシーンたくさんあったと思うよ、うん、ロッテとかさ、金田監督の時とか、で巨人とか、ね、練習のね内容が全く違うね、うん、今は秋のキャンプと春のキャンプみたいな、うん、チームプレーやってどうのこうの、あの時一切ない、うん、あの時要するに個人の能力を伸ばすために少数制で行って、まあ、サドッカー外されましたけど。ああそうですか。外されて一番伊藤キャンプに参加したような顔してますけど、あいつ外されてますね。そうなんですね。必ず伊藤キャンプ集合ってあいつは来るの、なんで来るかよく分かんない。あれ午前中ピッチャーだったら走るだけ、あ投げるだけで、午後は走るだけ、メニューこの2つ。あ例えば松本さんは当時は足が速いから、うん、で右投げ右打ちなんで、まあ、人工芝になるとなんか硬くなるからスイッチになって叩きつけて高く上がるから、うん、で取って一塁投げるやつでも駆け抜けるっていうので、はいはい、松本さんはだからアップ終わったら鳥かごよ切った。その中ずっといんのよ、ね、昼飯だけ出てきて、またその中で乗ってんのよ。あの人が、ね、叩きつけるって、まっちゃんもどんくさいなんだよ、うん、ね、自分でしたけど、叩きつけるって言って、自分の右足打ってたって言ってたんだよ。でもってえぐいのが、晩飯に左手の感覚がいるからって言って、松本さんがこういう豆類が非常に多いんだよ。一個つまんでこうくれて、そこまで徹底してた。それね、柴田さんがやったって言うんですね。そう、やられてましたね。俺やったことないからね。そんなバッと持つ力やから。箸持つ力じゃないんで、で感覚がいるからでそれでやったっていう話だよ。でまあ頭後付けだと思うけど、監督は1番バッターと4番バッターと抑えを作るつもりでいたんですよ。抑えに関しては多分後付けだと思いますからね。それが何十年後に発覚したの、監督が言った。あだから本当にあれが秋のキャンプだと思う。チームプレーしては個人の能力を増したから、だから江川さんまっすぐとカーブがねしかないから、うん、なんか新しい変化球で、西本はそれでカーブ見つけたんだ、うん、でシュートがまっすぐとシュートしかなかったから、うん、で反対のカーブ一生懸命動いて、コーチにすいません立ってくださいで、そこ抜けた頭ボーンとぶつけてコーチずっとなってるけどでそれだったんだ、はいはいはい、で俺は場合は甲府調が激しいから、うん、なんとか安定したボールが投げれるようなまあ、フォームを見つけてそうしようってことで、変えるときは極端に変えなきゃいけないんだって言って、それで一日それこそ300、500とその普通になってた。で野手もピッチャーも壊れたら東京帰れと、で次の年のキャンプまでに直せと、はいはい、そういう試合。そうそう、おそういう話だった。そうな、秋さよな、壊れてもいいって言われたよな、うん、あそれぐらい。じゃあいやもう頑張れと。本当にね、秋は壊れていいから何でもできるって。で夜の練習はないですよ。夕方4時5時までやって、もうみんなバタンキューだ、バッターも取れて、バッターも本当午前中打ったり午後は守るだけみたいな、そんなメニューですよ。簡単です。そうそうそう、きつかったです。杉さんは上から投げられたのサイドは伊藤キャンプですか。伊藤キャンプ変える時は極端にやんなきゃダメだって言われて、もっと肘上げろ肘上げろ肘上げろで7、80キロだけなんですよ、うん、そこからもうだんだんきつくなってくるんですよ。そうでしょうね、うん、できつくなってくるからだんだんこういうふうになってきてる。
でこういう風になってきたらその投げる感覚が自分でパッと分かるんですよ。でちょっと引っかかる、こっち行ったらちょっと引っかかったらだからこうだみたいな。今まで上から投げると単なる素人やったから、いい球がいった、よかった、悪い球がいった、ああもう頑張ろうみたいな、そういう感じだけだった。で初めて感覚が分かった。あこれだったら俺何球でも漏れるわ。で投げるボール自信持てんなと思って。あでも叩かれたよマスコミ、上から投げるとかあいつは突きを見て投げる、なんでコントロールされてるの、ボールが叩いてて横に変えたらもったいないとかなとかって。あそれで俺はもう変える気なかったんで、俺はもう固定観念じゃなかったんですよ。別にここから投げてもいいボール投げれば別に問題ないだろうみたいな思ってたから、はいはいはい、なんかあまりにも叩かれるんで、はい、コーチが心配で中島のとこ連れて行って、いや住み本人もしたいと、で私たちもさせたい、監督どうでしょうかって真剣に言ったんですよ。そしたら監督が、いいんじゃないの、どうぞどうぞ、僕が責任取りますとかなんとかって、それで終わったんです。よしひこさんは鷲見さんのオーバーの時も対戦したことあるんですか。だってオーバーで事件起こしてる。ん、あ札幌事件ですか。札幌事件見たもん。札幌けが人事件ってそうね、札幌事件、札幌事件横に歩いて点が入る俺は連続でって、俺確か先発ペイだよな。ペイだと思う。尾松さん、尾松さん、うん、で先発が浅尾さんで、うん、3人でピシャッと終わったんです。で次2回確かに浅尾さんがねボール1個ずつずれたって4連続フォアボールだった、で俺が出て行って、でフォアボールで押し出ししてペイに確か俺ヒット打たれた、で押し出し押し出しして、でそれで同期の田村ってサイドハンドピッチャーが出て、それで2ストライクとかで1球外して、でフォアボールだったで押し出し押し出し3つ出してで、確か1イニング10個10個だから 4-3-3 だ。記憶かなんか作ったよな。そう1イニング10四死球で、その後マスターが投げておりまして、その時に監督がワンちゃんどうだ、投げれない、柴田さんもう一回行きまーすそれを新村さん言われてたんですね。あの時あったらデーゲームだからさ、はい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 、はい、で、外出禁止、外出禁止ですよね。で、俺もう大先輩からもう白いあの趣味の北海道ってことですよね。あの当時はもう福島選手はみんな楽しみしてる。はいはい、そうだね、デーゲームだからさ、うん、全部だから夜はほら自由時間が多いやん。そうです、ね、でも10時だもんな、もうね、10時はだいぶ早いですよね。早いです、早いです。でも早いけどデーゲームだから、まあ、5時6時ぐらいまで、うん、そうですね。で飯食って飲み行ってもできるけど、ナイターだと12時だからできないですもん。そうですね、まあ、出かけるのが10時ぐらいだ。はい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 、その時いたもんな、ちょうど。そうですね。でそれから横になったやろ。はいはい、横の方が打ちにくかったですか。めっちゃ早かったかな。ほんま早かったよな。でも137.8キロです。あっ、ほんま早かった。でも今のスピードだったらもっと出てるやろ。うん、そうでしょうね。だからね、俺の回転がだからこういう回転だったみたいだよね。こういう回転じゃなくてジャイロみたいな。そうそう、多分そうでしょう。だから当時はあのスピードランの初速と終速って測ってたんです。はいはい、だいたい178キロ落ちるけど俺は2-3キロしか落ちたんだよ。あ、本当やだった。もう一回、あー引っかかった、ぶつけたーと思って飛んだ。ほんまそれ。俺飛んで逃げてた。わさ、親も俊敏やな。ほんま当たったと思ったろ。マジで、それも耳なしやもん。もう当てたと思った。運動神経だわ。当てたやかったね、ほんと。本当ですね。ひどいや。大丈夫ですか、次に借りなくて。見ますよ。作ってもらう。うちの店だから僕が作ります。ああ。じゃあ言えば出てくると思いますよ。でも吉彦の性格は合わないですよ。あ、それは真面目な人です。どういうことよ。
ご視聴ありがとうございました。登録、いいねをよろしくお願いします。ゲームセット、明日もよろぴこ。